はいどうも皆さんどうもこんにちは。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。今日はですね、題名にもある通りちょっとしたレビューの動画になっております。今日ご紹介していくのは、ピックのお話なんですよね。本当にもうギタリストにとって、マジでピックはもう永遠のテーマというか、もう歪みエフェクター並みに、ピックってもう本当ギタリストは永遠になんか悩み続けるものだと思ってるんですよね。で、僕ももう家に行くと約もう100数枚ぐらい、ピックがあるんですけれども、もういかになんか自分に合うピックはないかっていうのをもうめっちゃ探してるんですよ。で楽器屋行くたびに、買って、楽器屋行くたびに買って、わーこれ合わなかった、これめっちゃいいわと思って1週間続けるんだけど、なんか1週間後にあれなんかこれあんま俺に向いてないかもみたいな、そんなような経験ないですか、ギタリストの皆さん。ですよね。いや、あると思います。本当にピックはもう奥が深いというか、やっぱ材質もいろいろあるし、形もいろいろあるし、で最近ではやっぱ種類もたくさん多くあるので、いろんなところでいろんなメーカーのものが出て、いろんなものを試すんですけれども、自分に合ったのは何なのか、これで本当に自分に合ってるのかみたいなのを常にもうなんか探し回る旅だと思うんですよ、ギタリストって。で今回ね、ちょっとご紹介していく、ピックなんですけれども、まず僕はどんなピックを常に使ってるかっていうと、こちら、ですね、早弾きギタリスト御用達、見えますかね、ジム・ダンロップの、ジャズ3というピックです。こちら非常に小さくて、ティアドロップの本当にちっちゃい、親指ぐらいの大きさの、ピックになっております。ジョン・ペトルーシとか、あとは、エリック・ジョンソンとか、そんなようなギタリストが多く、好んで使っている、ピックになります。もうこれはもうかれこれね、僕こう中3かな、中3でギター習ってた先生が当時ジャズ3これ使ってて、これめっちゃいいよって言って、借りて、そこからもうかれこれ今も私30なので約もう10数年、15、6年使ってます。これマジです。なんですけど、やっぱりいろんなものを、これにね、ティアドロップの方に行ったり、フェンダーのティアドロップの、ハードの、ティアドロップのよくあるじゃないですか、白い、ピックを使ったりだとか、ピックボーイのピックを使ってみたりとか、ポール・ギルバートモデルのピック、これね多分早弾き してる人、早弾き好きな人多分使ってる人も多いんじゃないかなと思うんですけれども、そのピック行ってみたりとかということで、結局ね僕結構やっぱジャズ3に帰ってくるんですよ。これねまだ使ったことない人いたらおすすめです。めちゃくちゃいい音がする反面、使いこなすのが難しいピックなので、多分最初は慣れないと思うんですけれども、これ慣れてきたらもうこれから手放せませんよ。これジャズ3使ってる人いたらぜひちょっとコメントしてください。多分これ一回使い始めたら他のピック戻れないですよね。これ俺も戻れないんですよ。なんだけどやっぱりちっちゃいから、なんていうのかな、カッティングが難しかったりだとか、そういったものが結構あったりして、なんかレコーディングとかでカッティングの曲とかファンキーな、ターンをカッティングをやったりっていう時はちょっとね大きめのピックを使ったり、柔らかいピックとかを使ったりしてはいるんですけれども、基本はこれです。アコギの時はまた別なんですけど、アコギの時はまたね、ちょっと別のピック使ってるので、それはその時にお話ししようと思うんですけれども、で、やっと本題に入ります。今日なんですけれども、皆さんご存知ですか、最近ね1000いくらするピックとか900円ぐらいするピック、昔だったらベッコーのピックとかあったと思うんですけれども、私ちょっとつい楽器屋さんでね見つけまして、約1年もう2年ぐらい前かな、それぐらい前に見つけて買って、ちょっと、家の中に眠ってたんですけれども、つい最近久しぶりに出してきたらめっちゃ弾きやすいやんということで、ちょっとそのレビューを今回していきたいと思います。何の、ピックかというと、こちら見えますかね、V ピックと言います。V ピック。ちっちゃいですけれども、僕ちょっと多分傷みたいのがあるんですが、これなんか滑るなと思って自分でカッターで傷つけたんですよね。なので、もともとはツルツルの材質になっております。厚さも結構あるのよ。見えるかな？はい、厚さ。約1ミリ、2ミリぐらいあんのかな？ 2 ミリはないかな？ 1.5 ミリぐらい。すげえ分厚いです。で、材質はアクリルだそうなんですよね。で、おにぎり型のピックをしております。概要欄の方にですね、ホームページ、いろいろ貼っておきますので、いろいろというかホームページ貼っておきますので、ちょっと興味ある方は見てください。僕が見た時、買った時は確かね900円ぐらいしたかな、800円とか900円ぐらいで買えるんですけど、めっちゃ高いですよね。どんなものかっていうので、こんなちっちゃいのに800円ですよ、考えられないですよね。でも実はね、使ってみると結構弾きやすくなるんですよ。なので今日はちょっとそのレビューしていきたいと思います。はい、じゃあですね、今ギターを持ってきましたけれども、今おにぎり型のピックで、大きさも本当にあまり大きくないんですよ。サイズはスモールだったかな、
こっちがジャズ3で、こっちが V ピックということなので、まあほぼほぼ形も一緒ではないですね。三角とティアドロップというかジャズ型なので、でもサイズは結構似てる部分はあると思います。見えるかな、はい、ほぼ似たようなサイズなんですよね。なので三角、なんかレビューとか見ると、あのピックのなんかピッキングする時のこの摩擦がないって書いてあったんですけど、どんな感じなんでしょう。分厚いので正直ちょっと弾きづらいんじゃねって思うようなピックなんですけど、すごい、なんていうの、あのね、ピックをこの当てる時のなんか引っかかりあるじゃないですか。ピックによってはザリザリザリっていうような、そういうような引っかかりが全然ない。すげえ分厚いんだけど、なんか持ってる感覚というか、このピックが弦に当たってる感覚もあんまないんすよね。こういう早弾きとかのフレーズとかもめっちゃ弾きやすい。めちゃくちゃ弾きやすいです。どう弾きやすいかっていうと、さっき言った通り、やっぱこの弦、この当たる時の摩擦がすごい圧倒的に少ないかな。なのでなんか弦を弾いてるっていう感覚が結構普通のピックに比べるとないかも。なので右手があんまり疲れない。あとやっぱなんかそのアクリルのピックだからなのか、結構指に吸い付くようなイメージがあるので、あんまりなんかピックがずれるような感覚もないし、なんか分厚いからこういう早いカッティングとかがしづらいかなと思ったら意外とそうでもないですね。でもアクリルでめっちゃ硬いのでピック自体は全然しなりません。手がめっちゃ早く動く、これは結構800円の価値あるかもしれないですね。まあ、本当になくせないですね。こんな透明なので、どっか落ちちゃったら、ライブ中どっか落ちちゃったら多分一発で拾えないと思います。800円か、どうだろうな。普通のピックが8枚買えますからね。こういうマシンガンピッキングとかすると結構やっぱピックが引っかかるような感覚であったりだとかがあると思うんですけど、これやっぱ全然ない。なんかスイープとかもすっごいしやすい。なんか右手が全然力必要ない。本当にこれ弾きやすいかも。特に早弾き系の人はおすすめかもしんないですね。めっちゃ弾きやすい。ピッキングハーモニクスも結構しやすい。
これいいな、使おうかな。めっちゃいい。うん、じゃあどうしよう、ジャズ3からちょっと乗り換えちゃおうかなって本当に思っちゃうぐらいおすすめです。なので V ピック概要欄に、一応ホームページ、サイトの方買っておきますので、興味ある方はぜひ試してみてください。結構早弾きとか好きな人、ジャズっぽいのが好きでテクニカルなことやりたい人は800円は買いかもしれない。うん、なのでぜひ使ってみてください。興味ある方はぜひ使ってみてください。はい、ということで、今日も動画をご覧いただきありがとうございました。今日はですね、ピックに関してということで、ピック今回 V ピックの紹介でしたけれども、またこういったような、何か紹介してほしいものとかがあればぜひコメントとか、いただければと思います。特にまだね、 YouTube 上げてからあまりコメント来ないんでちょっと寂しいんすよ。なんかいいのか悪いのか、分かんないので、ぜひなんかあの一言、見た感想でもいいので、コメントとあとは高評価をの方、ぜひお願いしたいと思います。チャンネル登録もね、なんか本当に日に日にというか、増えてきているのですっげー嬉しいです。もっともっとどんどんいろんなことを発信していきたいと思います。今日は動画をご覧いただきありがとうございました。またよろしくお願いします。バイ。